はい、令和明けましておめでとうございます。あ、それそれ。はい、令和初のそれそれでした。なんのこっちゃ。はい、ということで、ね、今年のですね、平成最後の年のお正月にテレビジョッキのギターを約40年ぶりに開封するという動画をやりました。その時にですね、なんか一曲弾く言うて約束をしてしまいましたので、なんかを弾かなくてはいけない言うて、やっぱり若い頃にやってたの忘れてますね。もう全然ダメです。まあしかし、もう令和を明けたということで、ちょっとなんかを弾いてみたいと思いますけれども、これ、はい、これに今年の正月に開封したんですけども、ピカピカ。ピカピカ。もう真っさらみたいですけど、音出るんやろうか。はい。こんな感じ。思ったよりギターらしい音です。まあギターやからあれ。ほんで弦もね、そのままですからね、貼ってあった。まあチューニングは簡単にしたんですけども、自転車は40年乗らんかと乗れますけど、ギターは忘れます、はっきり言うて。このスリーインカムできとったのよな。ゆっくりやったらできる。間違ってる。いっぱい間違ってるで。最初はいい音やな思ってね、何回か弾いとったのね、やっぱりね、弦が硬いしね、チューニングもなんか怪しいし、それは私の力もあるんやけど、ギターとしては、これはまあギターとしてはもう今日で最初で最後ですよ、弾くのは。もう弦も外して、またもう一度埋葬します、タイムカプセルのようにね。もうこの時点で、もう中古 のテレビジョッキのギターでもプレミアがついてましたんで、これもまあ中古というのはもう中古になりますけども、ほとんど綺麗、さらに近い、かなり、まあ、レアものということで、まあ、もうずっと開けんと放送して、もう私がもし何かなくなった時遺品にしたい、遺産。まあ嫁と子供喜ぶよ。あ、すいません、嫁と子供おりませんでした。妹二人で撮ってください。うん、なんか聞かないけど、ね、まあ拓郎さんの、結婚しようよ。僕の髪が頭で伸びて眠と同じだったら、約束通りね。あかん。
僕の髪が目の前を見て、僕と同じようなだったら、約束通り街の教会で結婚しようよ。リズムがバラバラ。弦高やしね、弦が硬いしね、指が痛い。言い訳してます。カポカポつけた方が聞きやすいんだな。二カポにします。キーの問題ではなし、ね、ああ聞きやすい。僕の髪が肩まで伸びて、君と同じになったら、約束通り街の教会で結婚しようよ。古いギターをドンと鳴らそう。白いチャペルが出たら、仲間を失敗しても終わります。はっきり言うて、ギターの弦変えました。僕の髪が肩まで伸びて、君と同じになったら、約束通り街の教会で結婚しようよ。古いギターをポロンと鳴らそう。白いチャベルが無理。
んだこれ。最初の例は最初のポテトチップス。令和の味がする。はい。